皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。7人組ボーイズグループ、B. f i r s t の竜兵とおぼしき人物とその恋人と見られる女性のツーショット写真が、ネット上に複数流出。この女性が、有名人の娘ではないか、とネット上で憶測を呼んでいる。B. f i r s t は、AAA のラッパーでソロアーティストとしても活動するスカイハイが、 2021年に開催したオーディション、The First の最終合格者で結成。最年少メンバーである劉兵は14歳でデビューし、現在は17歳だ。昨年末、劉兵とおぼしき男性が、女性と顔を寄せ合ったり、抱き合ったりしている画像や動画が流出。ネット上では、劉兵が SNS の、裏赤、 に自ら投稿してていいいたものではないかと噂されています芸能記者この男女が劉兵と有名人の娘であるかは不明だが B ・ファーストファンを憤らせている理由をいくつか紹介したい現在画像は劉兵の裏赤から流出しそのアカウントは親しい友達のみに公開されていたという真偽不明な情報がネット上で拡散されている 当然、制限を設けても画像が流出するリスクはあるため、脇が甘すぎて引いた、事務所の教育どうなってるのと怒りを訴えるファンが続出。一方、竜兵が昨年11月に17歳を迎えたばかりであることから、若さゆえの危うさがピュアすぎて、逆にキュンとした、まだ高校生だし、しょうがないよね、と理解を示すファンもいるようだ。 流出写真に写っている女性についてネット上ではベスティ・ D ・ファーストファンの呼び名であり中でも劉兵のファンだったと噂されているそのため竜兵に対しよりによってファンに手を出すなんて出さすぎと批判が集中している模様また竜兵は近年 SNS の投稿をしていないが その理由をファンとつながらないためと説明していたという情報が広まっている。故に言ってることとやってることが違うという怒りの声が一部ファンから噴出しているのだ。竜兵のお相手と噂される有名人の娘はこれまで親のブログや YouTube に度々登場してきたもののプライバシー保護のために長年 顔を隠し続けてきたもし、竜兵が裏赤で親密写真を公開したがために、今回、女性の顔が流出、拡散されてしまったとしたら、やはり竜兵の責任は免れないだろう。そのため、女性の名前、さんやその家族がかわいそう、という同情の声のほか、B、ファーストの所属事務所に謝罪を求める声も見られる。 竜兵のお相手とされる女性が母親の YouTube で過去に「竜兵」と書かれたアイテムをカメラに向かってアピールする場面があり親子で匂わせたと一部 B ファーストファンから批判されているまた2人をつなげたのは母親ではないかと疑念を抱かれている様子というのもこの母親は時折有名人パワー を使ってて自身の子供を喜ばせているようで最近も長男のためにユーチューバーグループのメンバーを自宅に招待同様に竜兵ファンの娘のために母親が人肌脱いだのではないかと疑われているようだ現在も一部 B ・ファーストファンの怒りが収まらない様子の同騒動今後 B ・ファーストが所属する BMSG が対応を行うか否かにも 注目したいいどこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。